レブビーチは、アメリカ合衆国出身のロックミュージシャン、ギタリスト。ハードロックバンド、ウィンガーのギタリストとして知られている。その他、ドッケン、アリス・クーパー、ホワイト・スネーク、ナイト・レンジャーなど、著名なグループに参加した実績を持つ。エアロ・スミス、サミー・ヘイガー、ロニー・モントローズ、キス、スティー・リー・ダン、スティーブ・モーズ、イーグルス、モリー・ハチェット、ジョン・サイクスなどに影響を受ける。 バークリー音楽院に進むも馴染めず、ジャズとロックが融合した音楽、フュージョンに目覚める。自分で録音などを始めるようになり、そのうちの一つで年間ベストギタリストコンテストで入賞した。そして、ニューヨークにて音楽活動を開始。セッションギタリストとして、エリック・クラプトンやボブ・ディラン、ロジャー・ダルトリー、チャカ・カーン、ハワード・ジョーンズ。 トゥイスティットシスターなどの仕事をする。ウィンガー時代2007年3月その後ニューヨークで、キップ・ウィンガーと出会い、ウィンガーを結成。メンバーは、キップ・ウィンガー、レブ・ビージ、ポール・テイラー、ロッド・モーゲンスタインで、セブンティーン、ヘレッドフォー、エイ・ハート・ブレイク、キャント・ゲット・イナフ、マイルズ・アウェイなどのヒット曲を生み出した。ウィンガーは、サードアルバム、プロ発表後、活動を停止。 メンバーはそれぞれソロ活動へと移っていった。レブもピッツバーグに戻り、ザ・レブビージプロジェクトを始動。その後、アリス・クーパーのツアーに3年間ギタリストとして参加した後、ジョージ・インチが脱退した独権に加入。アルバム、イレイス・ザ・スレートを制作し、ツアーにも参加。しかしレブは、その後独権から脱退して、ソロ活動に戻り、ソロアルバム、マスク・ウェレイドを発表する。 2002年にウィンガー、しかし、この再結成は小規模なもので、アメリカやヨーロッパでのツアーのみとなった。同年の夏、レブが長年憧れていたデイビッド・カバデールから声がかかり、ホワイト・スネークに加入。ダグ・アルドリッチと共にツインギターを披露した。2006年、ナイト・レンジャーのドラマー、ケリー・キーンギーやキングス・ウェックスのダグ・ピニック。 ホワイトスネークのティモシー・ドゥルリーラとザモブを結成。同名のアルバムをキップ・ウィンガーのプロデュースでリリースした。また、この年はホワイトスネークで再来日すると同時に、ウィンガーも再始動した。プル以来となる4枚目のアルバムはシンプルに、ホーと名付けられ、発売された。ウィンガーはアメリカやヨーロッパをツアーした。2007年、レブはジェフ・アトソンの代として、 ナイトレンジャーに加入し来日。短期間在籍した。同年、ウィンガーはデモアンソロジーという3枚目までの作品のデモバージョンを収録した2枚組のアルバムを発売。同11月、ラットのオープニングアクトとしてウィンガーは14年ぶりに来日。大阪、名古屋、東京、横浜での公演を行った。以降は、ウィンガー、ホワイトスネークを並行して活動している。 ウィンガー3回前は ESP を使用。ウィンガー初期はクレーマー。その後アイベネスからシグネージャーモデルが販売されていた。現在主に使っているギターはスワのレブビーチモデル。アンプはカスタムオーディオエレクトロニクスをジョン・サーが修正したものを使っている。好きなビールはステラ・アートワー。名古屋名物、世界の山ちゃんの手羽先がお気に入り。ありがとうございます。